はい、ジョン・メイヤーの Stop This Train を弾きました。先日上げた動画ですね、同じくジョン・メイヤーの Who Says Who Says ってどんな曲って、こんな曲よ。というように結構ジョン・メイヤーの曲ってたくさんこの技法で弾いてる曲あるんですよね。ジョン・メイヤーの Stop This Train の弾き方を教えてくれる動画 YouTube で上げてる人がいるんですよ。非常にわかりやすくて、シフラクラブっていうのかな、ポルトガル語で喋ってる人が、ゆっくり解説してるんですけども、非常にわかりやすいんで、後でこれリンク貼り付けておきます。はい、ということでいろいろ YouTube で曲を、ビートルズ数曲ですね、ジョン・メイヤーですと Who Says と今回のこの曲 Stop This Train 含めて結構 4、5曲ぐらいアップしてますね。こう考えるとかなり洋楽が多いですね。で、洋楽が多くなってるのは理由ありまして、洋楽が好きっていうのもあるんですけど、でも YouTube をある種ギターを練習するための教材って言ったらいいですかね、チュートリアルになってるんですけども、やはりあのかなり海外の曲がわりかしそういった教材を載せてる動画っていうのが YouTube 上によくありまして、そこで練習してるとやっぱりビートルズの曲やら、あと有名なジョン・メイヤーの曲、エリック・クラプトン、日本の曲も結構いいものもあるんですけども、やっぱりやりやすいのは洋楽ですね。そういったものが非常に整ってます。ぜひ私みたいにまだギターが不慣れな方はぜひ YouTube を用いてギターを練習していくっていうのは非常にいいことだと思います。このぐらいにするかな。